僕が決める。ザンザやメイナスは自身の存続のために自らが生み出した生命をより知ろうとし、新たな肉体を得なければならない。魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。そう、この世界のすべては彼らが存続するために生み出されたもの。自らが生み出した存在であるがゆえ、それらの思考や行動、未来の姿は彼らの手中にある。それが因果律であり、ビジョンなんだ。ザンザの思惑通りに人は生き、そして死ぬ。彼の世界を存続させるために。僕らの滅びは最初から決まっていた。僕らのしてきたことは全て無意味だったんだ。果たしてそうかな。君をより知るとし、復活を果たしたのは彼の思惑通りだった。メイナスからモナドを奪い、世界の全てを意のままにする。これもそうだ。なのになぜ今さらザンザは君たちを滅ぼそうとする？そんなことをする必要がどこにある？それはそうしなければならないんだよ。彼はそうしなければ彼の存在そのものが危ういんだ。僕らの存在が邪魔ってこと？だけど脅威なのさ。因果の流れの外にある存在が。ザンザやメイナスが生み出した生命は長き年月の果て流れの外に出ようとしている。それは彼らの滅びを意味している。メイナスはそれを受け入れ、だからこそ託したんだ、この世界の未来を君たちに。君はビジョンによって何度か因果律を書き換えてきた。本来死ぬはずであった人たちの命を救ってきた。救えない命もあったよ。完璧なものなんて存在しやしない。それは悲しいことではあるけれど、そこから学び、新たな一歩を踏み出すこともできる。ザンザのではなく、君たち自身の足でね。僕たちの足で。さ、どうする、シルク。ザンザに定められた道を歩くのか、それとも君たちの足で新たな道を歩くのか。モナドはその歩み先に待っているよ。そんなこと最初から決まってるさ。定められた道を歩くつもりならこんなところまで来やしない。未来なんか見えなくてもわずかな可能性があるなら僕は歩きたい。これからも自分の足で。きっとフィオルンもラインもダンバンさんもカルナもメリアもリキもみんな同じだと思う。そう、ならば踏み越えなければならない。未来に向かって歩くために。アルビーズ、君はもう分かっているはずさ。僕が何者か、そして君が何をなすべきか。